まあ、このままでいきます、はい、そっちから見るともう位置で入りました。でこれさっき言った中心軸、はい、で体を回すと、はい、こういう動きになる、はい、さっき言った一枚の板みたいにしてこう回すと、さっき逆続きで言ったように体が回るんで遅いですし、なんていうかな、無駄な動きが多いですね、はい、だからスッまずこれ基本として覚えたら、次は回すんじゃなくてさっきやった体の伸縮、こう縮めるイメージ、こう縮めるイメージ、それから肘の使い方、肘と肘を早くつぼめるよ、はい、でこれも肘を抜いて円を描くんじゃなくて直線で入っていくイメージ、はい、そうするとこれはで速くなるわけです。全然動きちゃうんです、まず大きく学んで大きくやりますとこういう動きですね、うん、これを体の伸縮と肘の抜き使ってこういう動きになってきます。速い、はい、そうすると威力も出てきます。中心から出てる体の伸縮を使ってます、うん、どうしてもこう円を使うと、まあこの動きもそうですけど、はい、肘を支点にして円を使うと動きが大きいですから時間もかかるし、これで到着時間も分かっちゃう、はい、大体分かっちゃう。だから今やって肘を抜いてフッと入ると、うん、まっすぐ入って逆で逆のです、はい、まあ、前やられたやつですね。キクの選手がびっくりしたパーン、パーン、今これで回すとこういう動きになります、パーン、だから回すんじゃなく体の伸縮と肘の抜きを使ってこう入ってくる。おなんかマジックみたいですね、そうすると直線で入ってきますので、はあ、間を抜けると。永瀬先生、受けられない人の時もその辺の使い方してるんですか。あれはまた別です。また別です、まあ、だそう、首をしたらもっと速くなると思います。あですの、はあ、今こう来ると分かってますからね、はあ、そうだそうだ、なるほど、ね、やってみましょうか、面白いか。あ、そうですね、はい、うん、じゃあ、はあ、まあ普通の動きでいきますよ、はい、普通の動きでいくとこれ分かっちゃう、うん、これ分かる、うん、手が速くても分かっちゃう、うん、で次同じコースだけど気配を出さない、うん、そう入るわけです。でこれに今の動きを加える、はい、そうもっと速くなる。コントロールできないな、でも危ない危ない、はい、これやってみたかった。今すぐこっちです、こっちです、はい、いきますよ。で普通の動きでいくと、こうです、そうそう、これで分かっちゃう、そうそうそう、だからいくら手が速くたってよくないじゃん、うん、でこれに、うん、これを消しちゃうんだ、そこに上がっていく、うん、早い、分かります、もう分かんなくなった瞬間が、うん、あ今受ける気満々でしたけどね、今ね、うん、もう やだなって感じですね。もう痛くないって感じになっちゃう、もう分かんないから、もう取ってます、こっちは。それに今の体の使い方でこう入ったらもっと分かんないですね。ああ、そうか、見えない、危ないですね。すごい、見えない、見えないですね。へえ。だからたったのこれだけの動作。確かに確かに。